ウニ丼一つで二つの味が楽しめるウニイクラ丼、シャコタン半島によく見かける、漁師直営を歌う、ウニ丼店看板ウニ丼は、丼に入れたご飯の上にウニを乗せた丼物。通常は、生ウニを使い、ウニの他には海苔を付け合わせる程度で、ウニそのものの風味や味覚を堪能するため、わさびと醤油をお好みでかけただけで食される。塩漬けにしたウニが使われることもある。発祥は、 北海道のレブン島と言われている。現在では、ウニの産地を中心に、全国的に広がっているが、ウニの鮮度と価格の問題があり、北海道などウニの産地以外ではまだ見かけることは、少ない。ウニの国内の生産量のうち、約半分を、北海道産が占めている。北海道でもシャコタン半島は特にウニ丼の、メッカとして知られ、 使われるウニの種類は、紫ウニが最も多く80%から90%を占め、漁師の呼び名は、白、または、のな。北海道のものは、北紫ウニであり、紫ウニより一回り大きい。バフンウニは、赤、ガンゼ、などと呼ばれる。価格も紫ウニよりも高価である。北海道のものは通常、エゾバフンウニであり、やはり一回り大きい。 紫ウニの実は白っぽく、バフンウニは赤く見える。食されるのは産卵期の生殖層の成熟した部分である。ビタミン B1B2B3、臨死質などを多く含有し、疲労回復、競争や神経系、脳などに好影響があるとされる。ウニは同じ種類でも地域により繁殖時期が違うため、解禁時期が異なり、 現地で食べる場合には、解禁日に注意する。日本海では一般に6月から8月が解禁時期で、あり、太平洋、オホーツク海と移っていく。このため、北海道でも知床半島のラウスあたりでは1月から6月、シャコタン半島やオタルで食べるには6月から8月が季節となる。実際の細かい解禁時期は、各漁協によって異なり、 ミーリア餌になる海藻の生育状況などを考慮し、決められることが多い。ありがとうございます。